悪魔羊と黒い猫イベントストーリー続きからプレイしていきましょう。前回はクリスマスイベントが終わりましたね。そして今回はファーストアニバーサリー悪魔羊と黒い猫の1周年記念のイベントですね。もう何年経った？ 2 年経ったよな多分。うん、今さら見るというな。はい、ということで第1話祈りの儀式から見ていきましょう。だいぶつけてたね俺イベント基本メインストーリーしか見てなかったからな。始まらない。あ、始まった。第1話祈りの儀式。12月のある日。なるほど。主様、そろそろ1年も終わりですね。そうだね。あ、これ違うか。1周年イベントじゃなくて年末イベントか。どっちだ。少し前までは夜中に虫の鳴き声が聞こえていましたけど、今はすっかり聞こえなくなりました。冬ってなんだか静かな季節ですね。確かに。そういえば今日は特に静かな気がする。屋敷の中から他の羊の気配がしない。え、他のみんなはどうしたんだろう。どっか行っちゃった。え、あれ、言われてみればさっきからずっと見てませんね。どこへ行ったんでしょうか。お、来た。おや、誰か来たみたいですよ。どうぞ。誰だ。主様。オベリアン。失礼いたします主様。いいね、その清掃似合ってるよ。ベリアンさん。って、あれ、なんだか見たことのない衣装を着てますね。やっぱ黒が似合うな、悪魔羊たちはみんな基本的に。その衣装は黒が生えてるよ、はい、実はですね。はいはい。あの、主様、突然で申し訳ないのですが、私と一緒に来ていただけませんか。どうした急に。主様に見ていただきたいものがあるのです。わ、わかった。ありがとうございます。見ていただきたいもの。ではこちらへどうぞ。ん、おー、なんだかベリアンさん、いつもより真剣な雰囲気でしたね。そうだね、何かあったのかな。一体どこへ行くんでしょう。どこ？しばらくして。本当にどこ？俺とムーはベリアンの案内で古い教会に来ていた。へえ。屋敷の近くにこんな教会があったんですね。全然知らなかった。そうですね。この教会は普段は閉鎖されていますから、一年に一度クリスマスの前のこの時期だけ儀式のために開放しているのです。儀式？あ、これ一年のお祈りとか言ってるやつかな。はい、あちらをご覧ください。ベリアンが指し示す方に目をやると、そこには他の羊のみんながいた。本当だ、みんなお祈りしてる。めっちゃ真剣じゃん。あ、皆さんここにいたんですね。ベリアンさんと同じような衣装を着て静かにお祈りしているみたいです。お祈りに夢中でこっちに気づいてないみたいですけど、何を祈っているんだろう。はい、それは、う、鐘が鳴った。その時教会の鐘が鳴った。うわ、びっくりした。なんだった。ふむ、どうやら祈りの時間が終わったようですね。ベリアンの言う通り教会の鐘が鳴り終わると、それまで静かにしていた羊たちがにわかに話し始めた。フルーレ、どうした。かわいいな、相変わらずかわいいな。フルーレ、大丈夫ですか。うん、平気だよ。祈りながらちょっと思い出しちゃっただけ。はあ、この涙を流すフルーレの表情がとてもいいんだが、あれ、ハンカチはどこへやったかな。フルーレ君、よかったら私のをどうぞ。え、いいんですかルカスさん。うん、涙はこれで拭くといい。自分の涙を拭くために用意してたけど、私は、どうやら私の涙はとっくの昔に
枯れ果ててしまったらしくてね。これはあれか、歴代の悪魔執事たちに祈ってたのか。あの、ありがとうございます、ルカスさん。いいんだよ。さてと、それじゃあ次の儀式を。おやおや、あそこにいるのはチス、主様、それにムー君もいますね。もうなくもなんかシュッとしていいね。え、主様が、みんな気づいてなかったね。お祈りに集中してたんだな。それだけ大事なことなんだな。俺たちに気づいたみんながこちらへ歩いてくる。ベリアン、主様を連れてきたんだね。はい、主様にも儀式のことを知っていただこうと思いまして。そうか、そうだね。隠し通すのも難しいだろうから。それで儀式って何のこと？それは黙り込んじゃったけど。え、あれ、皆さん急に黙り込んでしまいました。そんなに言えないようなことなの？もしかして話しづらいことなんでしょうか。まあ、あのボスキすらちょっと青ざめてたもんな。儀式についての説明は私からします。皆さんは儀式の続きをお願いしますね。うん。ああ、すまないね、ベリアン。主様、それじゃあ私たちはひとまず失礼するよ。うんうん、ちょっと、うん、また後でね、主様。ラムリーいいね、そのちょっと前髪上げてる感じとてもいいが。え、羊たちが俺に一礼して教会を後にする。何何、そして教会には俺とベリアンとムーだけが残った。今日の皆さんはなんだかいつもより暗い顔をしてましたね。儀式ってそんなに嫌なことなんですか？いいえ、決して嫌というわけではありませんよ。ただどうしても辛い気持ちになってしまうのです。亡くなった人たちのことを思い出してしまって。ああ、やっぱ歴代の羊たちに祈ってたのか。え、亡くなった人たち？もしかしてこの儀式って。はい、この祈りの儀式は過去に亡くなった悪魔執事を弔うための儀式なのです。やっぱりフルーレの涙からなんかそんな気はしたよ。第2話、4つの教会。え、悪魔執事を弔うための儀式ですか？はい、幸いなことに主様がいらっしゃってからは一人の犠牲者も出ておりませんが。ですが、そのとやっぱ俺ってすげえんだな。俺がいるからこそみんな生き残ってんだよな。それ以前は多くの悪魔執事が天使との戦いの中で命を落としたのです。なるほど。つまり儀式というのは今まで亡くなった人たちを弔うための儀式なんですね。だからみんな辛そうにしてたんだね。はい、なくしてしまった大切な仲間を思い出していますから。あ、違った、思い出してしまいますから。どうしても気持ちが落ち込んでしまいます。あの、正直に言いますと、この儀式のことを主様に伝えるべきかどうか最後まで悩みました。どうしても私たちの死を連想させてしまいますし、確かにそのことで主様を苦しめてしまうのではないか。ベリアン、ですがずっと隠し通すのも難しいと考え、思い切って打ち明けることにしたのです。申し訳ありません。お辛い気持ちにさせてしまい申し訳ありません。いや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 、俺なんかよりそっちの方が辛いだろう。大丈夫だよ、主様。ありがとうございます。ともかくこの儀式で私たちは亡くなった悪魔執事たちに祈りを捧げるのです。そして亡くなった仲間たちを思いながら、今生きていることに感謝をし、これからの未来に進んでいくための決意を新たにする。この儀式は私たちにとって大切な儀式なんです、主様。そこで主様、はいはい、突然こんなことをお願いするのは恐縮ですが、主様もこのデビルズパレスの主として私たちの儀式にご参加いただけませんか。いや、それやるよ。
歴代の頑張ってきた執事たちねぎらってやんねえと。これ俺がいいの？はい、もちろんでございます。執事たちは皆それぞれ身入れへいろんな思いを抱えて儀式に臨んでいます。辛い記憶を思い出す執事もいるでしょうが、あの、そんな時主様が隣にいてくださればきっと彼らの支えになると思うのです。もちろん参加するよ。ありがとうございます主様。さすが主様は優しいですね。及ばずながら僕もお手伝いいたします。むーちゃん、あ、そうです、ん、忘れるといけませんね。はい。何何？むーちゃん、こちらの衣装をどうぞ。おっと、ムーにも用意してある。ごそごそ。これは、あ、可愛くなった。皆さんとお揃いです。そうですね、ムーちゃんも執事の一員ですからね。ありがとうございます。またフルーレが手作りで作ってくれたんだな。それで他の皆さんはどこへ行ったんですか？確かさっき儀式の続きをって言ってましたけど。そうですね、実はここ以外にも儀式に使う教会があるのです。なるほど。そうなんですか？はい。屋敷の近くには全部で4つの教会があります。4つも？全然知りませんでした。まあ気づかなくても無理はありませんよ。先ほども言いましたが、普段は閉鎖してありますから。ですが。でも、どうして教会が4つもあるんですか？執事の出身地ごとに祈る教会を分けているのですよ。あ、そういうこと？中央、東、西、南の大地を模した教会があります。ここは中央の教会ですね。なるほど。亡くなった人たちのためにそこまでするなんて、悪魔執事の皆さんはとっても仲間思いなんですね。ええ。ただ、そうでもしないとやりきれないという気持ちもありますが。ベリアン。祈るたびにもしかしたら自分もここにって思っちゃいそうだよな。おっと、すみません。暗い雰囲気にしてしまって。主様。とにかく、主様もぜひ、いろんな教会に足を運んでみてください。亡くなった悪魔執事の皆さんも、主様の姿を見れば、きっと喜ばれると思いますから。わかった。それじゃあ、まずは、この教会でお祈りですね。お祈りって、前足を合わせればいいんでしたっけ？おい、ムーのお祈りちょっと見たいな。絶対可愛いぞ。ありがとうございます、ムーちゃん。お、誰か来た。おや？教会の扉が、誰だろう？ベリアンさん！お、ロノ、中にいますか？すまない。バスティンも、ここの扉を開けてくれるか？この声は、ロノ君たちみたいですね。はい！ふんふん、それに何か、いい匂いがします。ご飯か？わざわざご飯持ってきてくれたの？第3話、忘れないこと。ロノ君。待ってくださいね、ロノ君。今、扉を開けますから。おい、いっぱい買ってきてる。ふぅ、すみません、ベリアンさん。あー、これお供えするやつかな、もしかして。食べ物で両手が塞がっちゃってて、助かりました。ああ。お、バスにもいっぱい。パンにフルーツ、それから焼いた肉を持ってきた。ロノとバスティンが、両手にたくさんの食べ物を抱えている。なるほど。さっきのいい匂いは、そのお肉からしてたんですね。ですが。だけど、そんなにたくさんの食べ物、どうするんですか？ん？これか？これは亡くなった悪魔執事のみんなにあげるんだよ。ダメ。もう死んでしまったけど、きっと腹を空かせているだろうからな。亡くなったのに、ご飯を食べられるんですか？まあ、お供え的な感じだよな。うん。いや、そういうわけじゃない。東の大地では、死者に供物を捧げる伝統があるんだ。ああ、なるほどね。各文化ごとにそういうのがあるってことなのか。お供え物だね。はい。昔、東の大地出身の悪魔執事の方がいらっしゃったのですが、その方から提案を受けて、私たちもその伝統を受け入れることにしたのです。なるほど。そうなんですね。へえ、なるほどな。
なんとなく東の大地の伝統ってのは分かってたけど、供え物が始まった理由は初めて聞きましたね。東の大地って結構日本をなんかモチーフにしてるイメージなんだけどさ、他の国ってもしかしてお供えとかあんましないのか？なんか俺もお供えをするイメージなんだけど。東の大地出身の羊が持ち込んだ伝統だったんだな。ロノさん！ロノさんはその羊の人に会ったことないんですか？ええ、ないな。ロノも羊になってから結構浅いって言ってたの、経歴。バスティンさんも？そうだな。俺もない。そうですね。二人が屋敷に来るずっと前にいらした方ですから。ベリアンさん。ベリアンさんはその人のことを覚えているのか？もちろん、顔も名前もはっきり覚えていますよ。この時のベリアンもな、自分の大切な人を守るためにその羊を見殺しにしたことずっと悔やんでたんだよな。なんかこう今未来を知ってるからさ、過去のストーリー見ると結構思うことあるよな。お酒好きでとても気さくな人でした、花丸。まぶたを閉じれば今でも鮮明に思い出せます。じゃあ、俺の知らないずっと前に死んでいった仲間たちも。はい。全員覚えています。いつどこで出会って、どんな正確な方で、そして、どんな最後を迎えたかまで。めちゃくちゃ耐えてたんだな。そうか。それを聞けば、死んでいった仲間たちも、きっと浮かばれるだろうな。え？バスティン君？どうしてそう思うのですか？子供の頃に聞かされた話があるんだ。人は忘れられた時に真の意味で死ぬ。だからここで死んでいった仲間たちは、そうだな、ベリアンさんがいる限り本当の意味では死んではいない。ベリアンさん、ベリアンさんの心の中で共に生き続けることができる。ああ、だから忘れないことが死者への最大の弔いだと思う。バスティン。バスティン、突然どうしたんだよ。別に、ジェシカのことを思い出しただけだ。ああ、懐かしいな。一番最初にバスティンが悪魔化したんだよな、そういえば。俺はジェシカの死に向き合えず、何度もあいつを忘れようとした。しかし。だが結局、そんなことはできなかった。俺が悪魔化しかけた時、あいつの言葉が聞こえたんだ。こんな風に言ってくれる仲間を裏切っていいのか、ここで諦めていいのかって。あいつはもういないはずなのに心の中で俺の背中を押してくれた。死んでいった悪魔羊たちもきっとベリアンさんの中でまだ生きているんだ。そうだな、俺たちと一緒に戦ってくれていると思う。バスティン君、確かにそうかもな。ええ、俺たちは死んでいった仲間の思いを背負って戦っていく。簡単に死ぬつもりはねえけど。ダメ。悪魔羊になったからには死んでいった仲間の分まで死ぬ気で戦わないとな。ああ。たまにはいいこと言うじゃねえか、バスティン。別にいいことを言おうと思ったわけじゃない。思ったことをそのまま口にしただけだ。バスティン君、ロノ君。二人ともいつの間にかこんなに立派になって。若い人の成長にはいつも驚かされます。もうお父さん目線だな、会話が。どうかあなたたちだけは私より先に死なないでくださいね。え、うん、ベリアン大丈夫？ちょっと意味深な発言なんだけど。ああ、すみません。この時オンインはすでにずっと抱えてる思いを吐き出せなくて苦しんでんだろうな。私としたことが何を気弱なことを。ベリアンさん。大丈夫ですよ、ベリアンさん。俺たちは死にません。はあ。ベリアンさんを置いてはいかない。だから安心してくれ。こう見えてベリアンさんは寂しがり屋だからな。バスティン。俺たちがそばでちゃんと支えてあげないとな、バスティン。そうだな。ロノ君、バスティン君。本当に頼もしくなりましたね。ベニアンさん、
なんだかお父さんみたいです。お父さんや。ふん。パパだよパパ。まあそんな感じではあるな。歳も離れているしな。あらあら。おやおや、バスティン君ったら。では、それではお供え物を祭壇に捧げましょうか。主様。よければ主様も祭壇にお供え物をしてあげてください。わかった。ありがとうございます。それからみんなで祭壇に供物を並べた後、俺たちは5人で静かに死者への祈りを捧げた。しばらくして、ありがとうございました、主様。そうですね。亡くなった皆さんの魂もきっと安らいだことでしょう。次はどうすればいい？それでは次は東の教会を訪れていただけますか？はい。ここから一番近い場所にあります東の教会。了解？はい。東の教会ですね。わかりました。主様。早速行ってみましょう。うん。なんか、色合い。宮地とルカス。お！この頃ってまだ仲悪いよね。大丈夫なん？あ、で、ここが二人が揉めた原因の執事。原因って言い方もあれだけど。ここで何をしている？めっちゃ怒ってんじゃん。お前の仕事は、南の教会で儀式の準備をすることだろう。まあね、宮地さん。だけど。宮地さんめっちゃ髪型かっこよくなかった、今。でもその前に、どうしても祈りを捧げておきたくて。ここには、彼の魂が祀られているから。ゼパル君、とても優しい子だった。そうだな。私なんかより、ずっと生きる価値のある人間だった。言ってる。宮地、君はまだ、あの時のことを引きずっているのかい？ゼパル君を救えなかったのは、私の責任だ。私がもっと、早く駆けつけられていれば、彼を、助けられていたかもしれない。宮地、君は悪くない。あの頃は、主様もおらず、悪魔の力も使えない状態だった。何より、ゼパル君が亡くなった時、君だって別の場所で天使と戦っていたんだろう。しかし。だが、私が駆けつけた時、彼はまだ生きていた。悪魔の力なしで、命を賭して天使を倒し、そして彼は私の腕の中で息を引き取ったんだ。ああ。ほんの数分早く来ていれば違ったかもしれない。それでも私の責任ではないと言えるのか。いや絶対宮地さん悪くないよな、それは。私は。宮地の責任だとは思わない。それが彼の運命だったんだ。宮地。そうやって仲間が死ぬたびに自分を責めるのはもうやめないか。2年前のゼパル君の時もそう。その前だって。君は何も悪くない。そうやって全てを背負い込んでいたら、いつか壊れてしまうよ。私は君が苦しむ姿を見たくない。ルカス。それなら、それならなぜ、あの日俺を生かした。いや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 、揉めてるこれ。え？この顔の傷、忘れたわけではないだろう。あれから長い年月が経ったが、俺はあの日のお前の判断を到底許すことはできない。私は。あの時私は死ぬはずだった。なのにお前が私を生かしたんだ。それも、最悪な手法を使って。あのまま私は死んでいた方がマシだった。宮地。私はそうは思わない。私は。
宮地が生きていてくれて私は良かったと思っているよ。ルカス、どんな手法を使ったの？どんな手法を使ったらここまで恨まれるの？宮地先生。オフルーレ、かわいい。すみません宮地先生、遅くなりました。宮地先生、お供え物の準備ができましたよ。ん？ルカスさんもいらしたんですか？ふむ。何やらただならぬ雰囲気ですね。二人ともどうしたんですか？うん、宮地、今日はここでやめておこう。今は彼らの前だからね。そうだな。では、それじゃあみんな邪魔して悪かったね。ルカスさん行ってしまいました。宮地先生、ルカスさんとまた何かあったんですか？ああ、ちょっとね。すまない。少しだけ外の空気に当たってきてもいいかな。今はちょっと気持ちが落ち着かなくて。え？はい、もちろんです。大丈夫です。儀式の準備は俺たちに任せてください。ありがとう。頭を冷やしてくるよ。宮地先生。ふむ。いつもながらあの二人の関係は不思議ですね。仲が悪いのになぜ話をするのでしょうか。嫌いになったのなら関わらなければいいのに。そんな単純な問題じゃないんだよ。多分お互いに分かってるからこそ何とも言えないこの関係性な。辛いよな。俺も詳しくは知らないけど、あの二人はもともと仲が良かったかららしいから。はあ、ふん。人間というのは複雑なものなんですね。ラトも人間、うん、とにかく今は落ち着くまでそっとしておこう。ラト、その間にほら、俺たちで祈りを捧げる準備をしないと。わかりました。第5話、ゼパルと勇執事。ゼパル君に対してあんまり触れてないよな、メインストーリーって。ここが東の教会ですか。中央の教会とはちょっと雰囲気が違いますね。そうだね。主様。あそこにラトさんとフルーレさんがいますよ。あれ、主様、それにムーも。もしかして二人ともここへお祈りに？はい。僕と主様も儀式に参加することにしたんです。一緒にお祈りさせて。やっぱりそうだったんですね。ありがとうございます。主様、すごく嬉しいです。かわいい。ふむ。主様も一緒にですか。よかったよかった。それはよかった。何事も主様と一緒の方が楽しいですからね。そうやって言ってもらえるの嬉しい。あれ、そういえば宮地さんの姿だけ見えませんね。今ちょっと頭冷やしてるよ。ここに来れば地下の執事の皆さんがいると聞いたんですけど。宮地先生は、うん、別の場所で儀式の準備をしているんだ。しばらく待てばきっと来ると思うよ。うん？おや、そうでしたっけ、ラト君？ラト、フルーレがうまくごまかしたからし、ルカスさんと何かあったらしいなんてわざわざ言うことないでしょ。そんなこと言っても主様を心配させるだけだから。なるほど、そういうことですか。え、何がそういうことなんですか。なんでもないよ。ム、それよりム、君もお供え物を並べるの手伝ってくれる？了解しました。こっちの教会でもお供え物をしているんですね。あれ、だけどこのお供え物って、これは衣装ですか？衣装をお供えしてるの？はい、そうなんです。実はこれ、地下の執事の仲間だった人への贈り物で。仲間、それじゃあお二人の知っている人ですか？うん、主様とムーが屋敷に来る前に亡くなってしまったけどね。だけど、でも名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかな。ゼパルさんって言うんだけど。そういえば、
あ、思い出しました。確か死神事件の時にその名前を聞いたような気が。黒猫さん、天使たちに遺体パクられたよね確か。そう、よく覚えていましたね。天使が悪魔羊の墓を掘り起こし遺体を奪っていったあの事件ですだよね。あの時のとんでもないよな。ですが、でもどうしてその人の贈り物が衣装なんですか？それはね、ゼパルさんは俺の前の衣装係だったんだよ。あ、そうだったの？そうだったんですか？うん、ゼパルさんの裁縫の腕は俺よりずっとすごくて、それまで独学で裁縫を学んでいた俺に本格的な技術を教えてくれたんだ。そうだね。今の俺があるのは全部ゼパルさんのおかげだよ。そうなんだ、知らなかった。それになかなか強い執事でもありましたねえ。そんなゼパルさんにフルーレは憧れていたんですよね。うん、俺にとっては一番のお手本になる人だったなのに2年前に天使との戦いで亡くなってしまって、しかも天使はゼパルさんの命を奪うだけじゃなく、その遺体まで持ち去ってしまった。ろくなもんだな。絶対に許せない。必ず取り戻してみせる。血の天使一体何企んでんだろうな。でもその遺体を使って天使として復活させてんのかな。フルーレ。ふむ、確かにゼパルさんの遺体の行方は気になります。ですが、しかしどこに運ばれたかまではわかりません。天使の根城にあるのは確かでしょうけど、もしかしたら古の塔の中とか。あり得る。フルーレさえよ、フルーレさえよければ二人で探しに行きますか。二人はちょっと危ないな。みんなで行こうな。ラトさん、さすがにそれは危なすぎるんじゃ。うん、俺もそう思うよ。本当なら今すぐにでもゼパルさんの遺体を取り戻しに行きたいけど。だけど今の俺の力じゃきっと返り討ちに会うだけだ。俺はまだ弱い。だからもっと強くならないと。早く強くなって必ずゼパルさんの遺体をこの手で。フルーレさん。ふむ、フルーレ。フルーレは変わりましたね。昔は自分の力のなさをただ嘆くだけだったのに。そうですね。今はそれを受け止めてもっと強くなろうとしてるんですから。それは、はあ、確かに昔の俺は今よりもっと弱かったよ。特に悪魔執事になったばかりの頃は、正直俺なんてすぐに死んでしまうだろうと思ってたし、デビルズパレスという場所もきっと殺伐として厳しいところなんだろうなって思ってた。悪魔執事ってなんだか怖そうなイメージがあったから、そんな世界に飛び込んでも俺なんてすぐに切り捨てられると思ってたんだ。だけど実際になってみると、こんなに弱い俺のことをみんな優しく迎え入れてくれて、俺が死なないよう守ろうとしてくれた。そうだね。仲間として大切にしてくれたんだ俺は。そんな人たちのために俺も強くなりたかった。仲間を守る強さが欲しかったのに。大事な仲間を、ゼパルさんを守ることができなかった。みんなめちゃくちゃ引きずってるなこの頃。フルーレあの時は本当に落ち込んで強くなることを諦めかけたこともあったけど。ですが、でも主様が屋敷に来てくれて、うん、俺にもう一度強くなりたいという気持ちを呼び覚ましてくれたんです。俺が？第6話、どうか安らかに。はい、主様が来てくださったおかげで強くなることを一度は諦めかけた俺も変わることができました。今や弓の名射手になってるもんな今までのように仲間に守られるだけじゃダメだ。主様を守るには俺自身が強くならなきゃって、そう思えたんです。フルーレ、ありがとうございます。ですから今日はありがとうございます。主様、主様、
主様が一緒にお祈りしてくだされば、ゼパルさんもきっと喜んでくれると思いますから。そうですね。フルーレの強くなった姿を見れば、彼もきっと喜ぶことでしょう。何せ、ゼパルさんの知ってるフルーレは本当に泣き虫でしたから、そんなに？そうですね。でもそんな泣き虫のフルーレも可愛い。本当にあの頃とは随分変わりました。もう、俺の昔の話はもういいよ。ラト。それに、ラトの方こそ、昔とは随分変わったでしょ。ん？おや？そうですか？うん。まあ、俺も直接見たわけじゃないけど。はぁ。宮地先生に聞いた話だと、ラトが来たばかりの頃は、本当に大変だったって。部屋の隅で塞ぎ込んで、誰も信用してなくて。そうだったんですか？そう思うとその心を開いた宮地先生すげえよな。いや、ゼパルさんと宮地先生二人で頑張ったんかな。ふむ。自分ではよく覚えていませんね。はあ、ラトの過去壮絶だったかな。あの頃の記憶で唯一残っているのは天使に対する果てしない憎悪だけです。憎悪？はい、私はあの頃の私にとっては天使を狩ることが全てでした。それ以外のことには一切興味がなかった。この世界から一体残らず消してやりたい。そう思って生きていたんです。まあ、その思いは今でも変わらないですけどね。確かに、ラトは天使を前にすると少し攻撃的になるからね。だけど。それでも昔に比べればだいぶ丸くなったんでしょ？ええ、そうだと思います。そうですね。きっと宮地先生が私の心をゆっくりと解きほぐしてくれたおかげですね。ほんとすごい宮地先生。宮地先生、大変だったでしょうね、一言。何度宮地先生を殺そうとしたかわかりませんから、えげつね。うわ！ええ、そんなことまで？それじゃあもしかして宮地さんの顔の傷って、それは違うよね。いえ、それは違いますよ。私の攻撃はほとんどかわされていましたから。宮地先生、つえ。そうなんだ。本当に、すごい人ですよ、宮地先生は。私はそれまで、他人を信用したことがな、ね、信用したことなどなかったのに。それどころか、最初は殺意しか向けることができなかったのに。ですが。それでも宮地先生は、私を見捨てることなく、向き合ってくれました。自分を一人の人間として扱ってくれる人に初めて出会ったんです。私は。ですから私は宮地先生にすごく感謝しています。フルーレ。そしてフルーレ、君にもね。え？俺？どうして？俺は別に大したことしてないけど。そんなことはありませんよ。フルーレは家族のいなかった私に家族の素晴らしさを理解させてくれた。ねえ。兄として、とても感謝しています。俺は、別に弟になった覚えはないんだけど、あくまで弟的立ち位置なんだな。うん。でもまあ、俺もラトといると楽しいよ。振り回されることが多いけどね。いつも、ありがとうございます、フルーレ。主様。はいはい。あなたが来てから、もっと楽しくなりました。何の警戒もなく、私に寄ってくるなんて、なんとも不思議な人だと思いましたが。はい。初めてラト登場した時、なかなかのインパクトだったよな。今では、そんなあなたと過ごす時間が、心地いいのです。ありがとうございます。この心地よい時間を、死ぬまで一緒に過ごしましょうね。またちょっと重い感じになってる。ラト。ちょっとラト、最後に不吉なこと言わないでよ。主様もラトも絶対死んだらダメだから。ふん。儀式でラトに祈りを捧げるなんて俺は嫌だからね。うん。悲しい思いをするのはゼパルさんで最後にしなくちゃ。そうですね。では。それではそのゼパルさんのためにみんなで祈りを捧げましょうか。そうだね。それから俺たちは祭壇に衣装を捧げた後、
今は亡き悪魔執事のために祈りを捧げたのだった。ゼパルさん、どうか安らかに眠ってください。俺は、俺、きっと強くなって、あなたの遺体をいつか必ず取り戻しますから。これは強い決意を感じるな。第7話もっと行きたい。オッケー。ということで今回は区切りもいいし、いい時間まで来てるんで、ここまでにしましょうかね。ちょうどいいね。次は西の教会の外からスタート。おお、ハウリスが待ってるね。ハウリスたち、戦闘橋の川でも、被害に遭った執事たちがいるのか。ちょっと想像つかないな。ハウリスチームなんか負けるイメージないもんな。まあ、とりあえず一旦終わります。シュアンでした。またね。